はい、弟子の鉄です。今から、トレーニング前のご飯を作っていきたいと思います。僕は、オムライスをトレーニング前に食べるんですけど、具材としては、前段2個と、これ日本のスーパーには見かけないんですけど卵白の液体を使います。さらにターキー、これもなかなか珍しいんですけど 99% ファットクリーム、ターキーを使ってオムライスを作っていきたいと思います。僕は日本から食べてるものはあんま変わらないんですけど、タンパク質のタンパク質の種類としてはビーフと、あとは豚肉、あとは鶏肉、あと魚、結構いろんなものをミックスして食べるようにしてます。朝は、生姜吸収にいいのでなるべく卵から取るようにしてて、卵だけやったらちょっともうちょっと食べたいなって感じなので、ターキーを含めたオムライスを作るようにしてます。綺麗なオムライスは作れないんですけど、卵を入れていきます。なんかフライパン買って1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、それガタガタなんですよ。なんでなの。オムライスじゃないっすね、これ卵丼みたいな。これにシュガーフリーのケチャップをかけて食べていきたいと思います。ちょっと机汚いんですけど、オムライス食べていきます。でご飯食べてるときはこんな感じで、フィジークの競技見たりポージングの研究しながら見るように食べるようにしてます。めちゃめちゃ美味しいです。ご飯食べてたらお家が帰ってきましたね。それどこ行ってたんですか。ドラゴンズレイヤーズ行ってました。お、何してたんですか。マッサージ受けてました。どうでした、マッサージ。100ドル行って帰ってたのに150ドル取られました。150ドル。1時間150ドル。びっくりしましたね。マッサージはどうでした。マッサージちょっと赤くなりました。めちゃめちゃ赤いですその効果はありました。あ、めっちゃめっちゃ僧帽筋って言ってここが楽になりました、ね、ああマジで、はい、じゃあちょっと今日の胸トレ大丈夫そうですね。まあ、ダンベルプレスじゃなければ頑張りましょう。お願いします。こんにちは。本日のトレーニング前の食事は、本日がハイカーボになってるので毎食米を 200g 食べます。スーパーで買ったこのテラピア 200g を今から焼いていきたいと思います。で、焼き上がったものがここにございますね。で、これに米を 200g よそうと、200g よそうと、これをトレーニング前に食べたいと思います。さあ、準備しましょう。くぅー、上間さん、ハイカーブやからテンション高い。
待ちに待ったハイカーボですからね。入られへん。はい、自分はもうちょっとご飯取るの忘れたんで、今日1時半ってことで時間があるんで、ちょうど1時間前にまたタンパク質と炭水化物取りたいと思います。今日はこのオイコスのバニラ味を2個、これでプロテインが30と炭水化物が20です。まあご飯食べてるんで本当にちょっとタンパク質補給しようかなって感じです。そして自分のこのお気に入りのスターバーシリーズ、これがまず日本じゃ置いてないこの大きいやつ、これでなんとたったの500円です。もうスタバ行ったら多分4000円ぐらいしますけどね、これだけで3500円お得。すごい。続いての商品これ趣旨変わってるやん。コールドブリューコーヒーで、コールドブリューコーヒーっていうのはですね、あの冷水であのやるやつなんですよ。普通あのお湯とかでこう溶かすんですけど、これコールドブリューってやつは冷水にすることによってコーヒーのうまさをそのまま、豆の良さをそのまま持っていくっていう、コールドブリューめちゃめちゃおすすめです。これ製造方法がちょっと難しくて、あのコストコでは結構置いてあるんですけど、日本も結構ないですね。みたいなお願いします。あとはこの、あ、これは間違えた。以上です。Yeah, very good. Yeah. Nice, yeah. Nice. Welcome to Powerhouse. Yeah. Hello, how are you? Welcome to Powerhouse. Yeah. It's Hide's YouTube. イケメントです。ショウさん、お願いします。山岸さんの YouTube 出ます。こんにちは。ポイントみたいなもの。デクライン。はい。このちょうど指のところかな。指を下ろす。でこれ肘をちょっと張ってる。張り気味。肘を張り気味。だこう肘閉じない。はい。曲げてちょっとこう肘曲げすぎない。じゃあ上げてく。胸で迎えに来ていいんですよな、うん、これダンベルこう閉じようとどうしても肩上がってくるから、はい、胸を突き出すようそこ。
これ、あ、なるほど、ここまでやって、胸を引き上げに行く、ストレスのためにこう下げて、はい、びっくりする、うん、なるほど、負荷が抜けないと、はい、どうも、今からクッキータイム。はい、まずトレーニング終わったので増量中の僕はこの肉200、肉、鶏肉のミンチ、これはファット 15% のやつですね、をもうこうやってぐちゃぐちゃってしてミンチ状にします。で、これはもう勝手に焼かれるんで、米大やん、炊いてない、米炊いてない、やったー、ほんまにやったわ、うわ、これやったわ、誰、米最後誰、僕はあのあれパックあるんですよ、え、で絶対、いやそれはマジで、いやそれは大事で、米炊き、いや待って、僕米だって終わったわ、やくせよ、僕新品になって2回しか米作ってないっす、俺も耐えてくれ、可能もんじゃない、俺作った時そんななかったですって、もう頑張らない、頑張らないよ、炊くとこからやろ、うわお腹すいた、最悪や、あーこういう日もあると、そうですね、たまには、まあ、ご飯も炊かないといけないということで、僕はご飯 200g とチキンですね、はい、こちら鶏肉 200g になっております。今回はですね、増量中ということで、あのファットが 15%、7%、1% ってあるんですけど、自分は増量中なので 15% ファットを使っております。美味しそう、美味しそうですか、ありがとうございます。調理もやっぱ実家暮らしってことですごい米の炊き方もわからなかったって聞いたんですけど、はい、どうですか、恥ずかしいお話、アメリカに来て初めて米を炊きました。でももうやっぱできないことは、まあ、やれるようになればいいですから、今できるようになったってことで OK です、うん、はい、肉も美味しそうですね、めっちゃ、はい、でこっちに調味料があるんで、大体あのガーリック、レモンで、これなんか肉に使うやつと塩、塩があるんですけど、まあ、その日の気分によって、まあ、塩分の調整と、その日の気分によって、まあ、何を使うか決めてます。はい、今日はちょっとご飯炊くの忘れてて、今から、今さっき単品で鶏肉食べたんで、あとこの米に400、トレゴの400をどうやって食べるかというと、結構自分がやってるのが、もう水を使って流し込むと、もうご飯だけバー食べて、あとは水で流し込むと、ご飯じゃないです、作業です。食べていきます。美味しくなかったので卵かけます、卵かけご飯いきます。
はい、僕が、僕のトレーニング後のメニューは、ビーフとターキーを焼いていきます。で今2食分作ってるんですけど、まあ、日本僕減量初めて で最初は胸肉だけでタンパク質は調整してたんですけど、それはなかなかちょっと元気が出なかったりしたんで、いろいろデータ取りながら今工夫してるんですけど、ビーフ牛肉を食べると結構元気が出てきて、減量の辛さがちょっと軽減されたなって感じがしたので、ビーフっていうのは1日2食入れるようにしています。今回ちょっとビーフ多めとターキーを焼いていきます。こんな感じでビーフとターキーとあと白米をトレーニング後に食べます。ちょっとすごいハードワークやったんで疲れてます。で、多分まこちゃんとこうちゃん寝ちゃったので僕一人で食べるんですけど、だいたいみんなトレーニングが終わるとすごい疲れるんで、ご飯は各自で食べたりシャワー浴びたり各自でやってます。じゃあいただきます。美味しいです。結構今は僕の場合だと減量がペースは順調なので、調整というか体重キープする形で、カロリーを調整して食べているので、まあ、あまりストレスなく、減量を進めているかなという感じです。はい、今何時あるか6時36分まだ4食目を食べてから1時間半ですけど、今から牛200と米300食べます。はい、6食目ご飯300と鶏多分200多分150ぐらいです。これはいただきたいと思います。じゃあ恒例の死んでるアライオンジャンケンいきますか。はい、ちなみにフライパンもあるんで、30秒で終わるよ。最初はグーじゃんけんぽい。やばいやつやった。嘘やろ。ラッキー。ジップロックもある。ジップロックもある。死んでる。うまっ。いきなりストローク出てきた。めっちゃ気がします。精神言う。最初はグーじゃんけんほい。フライパンもさあラスト200と、今回はプロテイン一杯飲んで締めたいと思います。はい、で今、トレーニング終わって、やることも終わって、ご飯も全部食べて、時間が23時5分です。で、誠と光一はもう寝たんですけど、僕はまだ仕事が残ってるので、仕事を済ませてから寝たいと思います。一日ありがとうございました。おやすみなさい。